旅好きの皆さん、こんにちは。私の名前はナムです。今回ナムおじさんが紹介するのはホーチミン市内のグルメスポットです。それでは始めましょう。Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu 3 địa điểm ẩm thực Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nữa, mình sẽ dẫn mọi người đến bảo tàng chiến tích chiến tranh. Vậy thì cùng đi với mình nhé.今回ナムおじさんはホーチミン市内の4カ所について紹介していきますよ。応援よろしくお願いします。やっけな。Anh ơi, cho mình hỏi là quán bún chả đó mở cửa lúc mấy giờ? Không mở bây giờ đó, họ sắp mở đó. Dạ, cảm ơn.Hello mọi người, mình đã đến quán bún chả Hà Nội tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì let's go. このお店は統一街道や戦争小石博物館の近く3区にあります。một quán bún chả Hà Nội và một cái bánh không và một lý nước chai thảoこの料理はブンチャーハノイ359円です。mình giới thiệu bún chả Hà Nội nè. Cái này là nước chấm bún chả có củ cải là cà lốt và chả và thịt heo bún nè và lau mọi thứ vậy. Gì đấy vậyやはりをちぎってみる。間違えた。こっちで。うん。食べずれ。ブンチャーはハノイ発祥とされていますが。今ではベトナム全土で食べられるようになりました。うん。甘めのつけだれぬくちゃんと炭火焼きの豚肉の味がとっても美味しいです。香ばしさとかお肉のジューシーさはやっぱ本場にはかなわないかなっていうのが正直な印象ですね。お、大変じゃあ、あ、いや、あ、ニンニクの味です。うん。ブンチャーはアメリカのオバマ大統領がハノイで食べた料理としても有名です。最初は結構薄味であんまり好みじゃないかなと思ったんですけど、ニンニクとこれです、ニンニクと唐辛子入れて食べたらすごい美味しくて、ここはちょっと 味の調整が必要かもしれない。次がバインツォムですね。これです。この料理はバイントム269円です。エビと何かの揚げ物です。ちょっと食べてみます。芋のようですね。さつまいもかな。
で、これの食べ方は野菜に巻いて食べると言っていました。なんで野菜に巻いていきます？特にこれ自体に味があるってわけではないんですけど、さつまいもを使っているので自然な甘さがして美味しいです。生地を使って揚げているのでサクサクですし、エビも殻が硬いっていうこともなく、芋が好きな人にはおすすめしたいですね。で、このヌクちゃんもブンチャーのヌクちゃんとほとんど同じだと思うので、ちょっとあっさり食べやすいと思います。ワニの実のジュース120円です。ワニの実はベトナム北部と中部の高原地域で栽培されます。実が入ってるので実も食べてみます。ワニの実はハノイでスープ、塩漬け、飲み物などに使用されています。味は青梅に似ています。はい、ごちそうさまでした。店員さんもいろいろ聞いたら親切に答えてくれるし、外国人でも聞きやすいんじゃないかなと思います。まあ、値段は安くはないんですけど、場所を考えたらこれぐらいが適正なのかなというのが私の意見ですかね。3区の観光地に行く前とかにブンチャーを食べたいなという人にはおすすめです。ごちそうさまでした。ハローモイグイメンダンナーバオタンチュンチュチュンチャンチュンチュBảo tâm này, bảo tâm nổi tiếng nhất ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể học và viết tiếng Trung Việt Nam. Vậy thì let's go. この博物館は五番単通り28番にあります。この施設の入場料は239円です。あ、いや。まだ朝8時ですが、この博物館にはもうすでに50人以上が入場していました。ベトナムでの痛ましい侵略戦争を記録した多くの画像、文章、工芸品を保管及び展示する場所です。現在この博物館には毎年100万人以上の来館者が訪れます。このエリアのテーマはベトナム侵略戦争中の刑務所体系です。結構生々しい展示が多いみたいです。Thank you.
À, cái này có dài bao nhiêu phút? Khoảng 1 tiếng hả? Oh, ok. ここは日本語が書かれてますね。日本から見たベトナム戦争についての書籍が展示されてますね。それでは2階に上がっていきますが、ここから先は血とか、怪我とかそういった写真が多く含まれてきますので、苦手な方は次のチャプターまでスキップしてください。エージェントオレンジは枯葉剤の名前であり、ベトナム戦争中、米国の化学戦争作戦の一部に用いられました。ベトナム保健当局は、この有害化学物質の影響で、約50万人の子供が奇形を持って生まれてきたと推定しています。見学後になった鐘の音は、ナモおじさんを少し悲しくさせました。はい、見終わりました。日本でいう3階建てになっていて、結構見応えのある博物館だと思います。館内で貸し出してくれているオーディオは1時間らしいので、だいたい1時間ぐらいを滞在目安にしてみてもいいと思います。ホーチミンでは最も有名な博物館ですので、一度来てみてはいかがでしょうか。とても勉強になりました。この店は博物館から500メートルですので、ナモおじさんは歩いて向かいました。Hello mọi người, mình đã đến một quán cà phê tên là Kha Pha Cafe. Hiện nay quán này rất phổ biến ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì let's go. このカフェを知ったのはベトナムエクスプレス（ニュースサイトの記事を見たからです。ハノイで旗揚げされたカファカフェですが、ビジネスモデル、飲み物のコンセプト、ブランドパーソナリティなど、どれも北部の特徴を持ち合わせているとされています。どうん、ダクビッオダイティココナッカフィあ、オッケー、で、もう買えないあ、ユーシティ、アウテカウェイあ、オダイカファカフェの特徴は、座席数の最大化を目的とせず、合理的にレイアウトされたインテリアと広々とした風通しの良い空間です。あ、いやいやいや、たまんなんか笑ってしまった。この飲み物はココナッツコーヒー299円です。はい、これがココナッツコーヒーですね。
このお店の特別なメニューの一つとして販売されてます。これはココナッツミルクのシャーベットですね。食べてみましょう。記事によるとカファカフェは伝統的なコーヒーメニューを維持しつつ新しい飲み物の開発も試みています。ヤギ鍋の店です。でも今日はヤギ鍋は食べない。ヤギ鍋の隣に今日行きたいお店があります。メンダーデンモクワンジャガーラーボン。馆内ラッノイデンのハノイバイディレッツゴー。この店も博物館から500メートルなので徒歩で向かいました。門ね。注文はしてないんですけど、もうこれメニューが一つなのでどんどん運ばれてきます。チャーカーラボンはハノイの名物料理の名前です。1871年ドアンさん一家によって誕生した料理です。この食べ物はランギョのチャーカー、1194円です。문제어디요カーラボンね。cái này là cá lạ bổng và lá muối và hành lá và đậu bún bún mắm tôm chanh và ớt và bánh chanh nướng. Cái này là tím tía nè. ディルの香りとターメリックが使われてて、それのはちょっと焦げて香ばしくて美味しいです。川魚だと思うのでちょっと匂いはあります。ホーチミン市内でハノイの名物料理を食べることができてとても嬉しいです。あっという間に混み始めました。家族連れが多いです。あと同僚と来てる人とかも結構います。実はナモジさんは12年前にハノイの本店にも行ったことがあります。ごちそうさまでした。味はですね、マントムがねどうにもこうにも特徴的だと思います。
11時53分なんですけど、もうすごい店が混んでしまったのでちょっと早々に出たいと思います。一人で4人席使ってるのでちょっと気まずいのもありますので早く出ます。はい、はい、食べ終わりました。お店の中はもうすごい混んでます。12時までに出るか1時以降に来た方がいいと思います。味はですね、川魚なのでやっぱりちょっと独特な臭みはあったんですけれども、それに負けじと、マムトムというエビを発酵させたペースト状のソースがあるんですけれども、これが美味しいと感じるようになったらベトナムマスターかもしれません。ごちそうさまでした。ファッドン本来結局お題中でビデオを本来でやカンパアムトゥハノイダイアタンポホチミン。今日のビデオはいかがでしたでしょうか。皆さん見ていただいてありがとうございました。ヘンガプライニャバイバイ。今日のお皿の上のアジアチャンネルのチャンネル登録者数は436人。皆さん登録していただき本当にありがとうございます。ショートムービーも始めましたのでよかったら見てみてください。お願いします。